モンゴメリーは、アメリカ海軍の防護巡洋艦。モンゴメリー級防護巡洋艦の一隻。艦名は、アラバマ州モンゴメリーニチナム。その名を持つ艦としては4隻目。モンゴメリーは、メリーランド州ボルチモアのコロンビア製鉄所で建造され、1891年12月5日に、ソフィア・スミスによって浸水、1894年6月21日に、 ノーフォーク海軍交渉でチャールズ W ・デイビス艦長の指揮下収益する。北、大西洋戦隊に配属されたモンゴメリーは東海岸及びカリブ海で作戦活動に従事する。米西戦争でモンゴメリーは1898年4月にキューバ及びハイチ近海を巡航し、5月にはハバナ封鎖に参加する。五月五日にロレンツ及びフラスキートの二隻を沈め、 一週間後には、スペイン軍の要塞を砲撃した。1899年4月にモンゴメリーは、南大西洋戦隊に転属し、南アメリカの大西洋騎士沿いに、作戦活動を行った後本国に、帰還、1900年9月15日に、ニューヨークで退役する。1902年5月15日に最終役し、北、大西洋戦隊カリブ海艦隊に配属され、 西インド諸島で作戦活動に従事した。モンゴメリーは1904年9月15日にペンシルベニア州フィラデルフィアで再び退役する。1908年1月2日に3度目の就役をした。モンゴメリーは第5海軍艦区で水雷実験艦としての任務に従事した。1914年から1918年までモンゴメリーは メリーランド海軍民兵と共に軍務に就く。1918年3月14日に、モンゴメリーは、アニストンと解明され、アメリカンパトロール分隊、第2艦隊に配属、大西洋岸及びカリブ海で偵察、護衛任務に従事した。アニストンは1918年5月16日に、チャールストンで退役し、1919年8月25日に、除籍 11月14日に売却された。ありがとうございます。